みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、アンプの使い方を皆様にご説明させていただこうかなと思います。アンプの使い方の説明をさせていただこうかなと思います。まあ、いろんな方から、ね、そのアンプの使い方を教えてくださいみたいな話がすごくたくさんあるので、ちょっと、まあ、その説明をしてみようかなと思ったんですが、世の中にはギターアンプの種類が、まあ、果てしなくたくさんあるわけなんですよ。なので、まあ、一概に、ね、ギターアンプはこう使えというのはなかなか言いにくいところなんです。なかなか言えないところなんです。でも、まあ、今回は初級編ということで、アンプの基本的な使い方、基本的な考え方を皆様にお話しさせていただこうかなと思いますので、初心者の方は特に参考にしていただけると嬉しいです。まあ、とりあえず、アンプを見てみると、まあね、よくわからない単語がいろいろ書いてありますよね。本当、もう初心者の方とか、なんか最初このアンプのつまみを見たときに、なんじゃこれって思ったかと思います。まあ、思いますよね、こんなんね。なんかよくわかんない単語がすげえ並んでるぞ、どうしたらいいんだと。まあ、普通はなると思います。ちょっくらよかったらメモをしておいてください。アンプというのは基本的に音量を調整するセクション。そしてその次は、イコライザーというものがあるんですけれども、音質調整をするところ、調整をするセクション。そして、あともう一つ、歪みを調整するセクション。不正、歪みを調整するセクション。まあ、こんな感じに分かれるわけです。アンプによっては、そのリバーブとか空間系をいじるものがあったりとか、なんか2チャンネルがあって、チャンネルをこう切り替えできたりとかするんですけども、まあ、基本的にはこの3つのセクションから出来上がっていると思っていただければ OK です。順番に決めましょう。まず、音量を調整するセクション。まあ、これはまあ言葉通り音量を調整するところでございます。アンプによって、ボリュームって書いてあったりもするし、マスターっていう書いて、マスターって書いてあったりもします。本当にこの辺、アンプによってまちまちなんですが、まあ、何かしらその音量を調整するつまみがあるはずだと思っておいてください。もちろん、これをググッと上げれば、音量もババーンと上がりますし、ググッと下げれば、ベベベベッと音量は下がります。で、その次、一番の謎のこのイコライザー、調整するところに関して、これもよければ、メモをしておいてくださいませ。トレブル、あとハイとか、あとプレセンスとか、こんな名前でいろいろアンプによっていろんな名前が使われているんですけれども、まあ、こう書いてあったら、高音成分、高い音を調整するところと思っていただいて、まあ、間違いないです。高音成分を調整するところです。アンプによってトレブルって書いてあるかもしれないし、ハイって書いてあるかもしれないし、プレセンスって書いてあるかもしれない。ハイとプレセンスが両方あるかもしれない。その辺は本当にアンプによりけりという感じです。で、その次、ミッドとか、あとミドルって書いてあったりとか、ミド、あれ、やべ、スペルがわかんない。ミドル。D が2つ。合ってる合ってる。ミドル。であったりとかするんですが、これは中域を調整するところでございます。で、最後に、ベースとか、あとローとか書いてあったりするんですけれども、まあ、こういうのがあったら、まあ、これはわかりやすいですよね。低音を調整するところと思ってください。まあ、大体のアンプは、ね、この3つ、例えばハイとミッドとベースみたいな感じで、なんかハイとミッドとなんとかみたいな。まあ、その3つあって、こう、なんかこう、中、低みたいな感じで、3つあって調整できるようになっていると思うんですけども、アンプによっては4つぐらいついてたりとか、もしくは2つしかついてなかったりとかするかもしれませんが、それは本当にアンプによりけり。で、この調整するところ、まあ、いろいろあるのは分かったぞと。で、どうすればいいんだという話になるじゃないですか。どう調整すればいいんだよと。高音ってなんやねんと。特に中音ってなんやねんって話になるじゃないですか。まあ、こういうときはもう、真ん中にしましょう。真ん中です。フラットという言い方をするんですけれども、まあ、こんな感じでつまみが3つあったら、もうよくわかんないときはこう真ん中に調整をしてください。大体のアンプが、こっち側が、0かな。最低で、こっち側が最大という感じになっているんですけれども、まあ、真ん中ら辺に調整してあげてください。まあ、こうしておけば、まあ、ほぼ間違いないです。
で、アンプの使い方に慣れてきたりとか、ギターに詳しくなってきたりとかすると、ちょっと調整したいなって思うときが来ると思うんですよ。そのときにイコライザーに触るっていう感じでいいと思います。もう分かんなかったら、もうフルフラット、すべて真ん中でいきましょう。あと、調整をするところに、音質調整をするところに関しては、トーンっていうものもあったりとかするんですが、もしこのトーンがついているアンプだったら、これもまあ真ん中でいきましょう。まあ、ちょっと興味があれば、なんかいろいろこう上げたり下げたりいじってみて、ああ、こんな音がするのか、ふーんみたいな感じで、いじって遊んで覚えていけば良いかと思います。はい。で、最後、最後のところは歪みです。歪みはドライブって書いてあったり、あと、ゲインって書いてあったり、もしくはボリュームって書いてあったりとか、プリとか書いてあったりします。まあ、大体こんな文言が書いてあったら、歪みを調整するところだと思ってください。もちろん、つまみをブブブブッと上げれば、歪みがギャーって強くなりますし、ぐーっと下げれば、まあ、クリーントーンに近いという感じでしょうか。アンプによってどのくらい歪むかというのはキャラクターが違うので、どのくらいに設定するとどのくらい歪むというのは全く一概に言えないんですけれども、まあ、本当この辺はいろいろ調整をしてみて、自分の好みの音、もしくは目的の音を作るという感じです。もしかしたら歪みをゼロにしてしまうと音量が出ないアンプかもしれませんし、歪みをマックスにしてもなかなか歪まないアンプかもしれません。その辺はいろいろいじって調整をしてみてください。こんな感じでいろんな名前が出てきましたけれども、3つのセクションからなっているって考えると、ちょっと理解ができるかなと思います。この音量と歪み、本当にもうアンプによりけりで、ゲインとマスターとかなっていれば、まあ、わかりやすいですよね。ゲインはなんか歪み調整するのかと、マスターボリュームは最終的な音量を調整するのかと、そんな感じでわかりやすいんですけれども、なんかこう、プリとボリュームとか、なんかボリュームとマスターとか、なんかそんな感じ書いてあると、なんでボリューム2つあるねんとか、プリって何やねんっていう話になるじゃないですか。ちょっとこの辺の名前に騙されないでください。もしかしたら違う名前で存在するかもしれないんですけれども、まあ、その辺はアンプをこういろいろこういじくって、ああ、この名前見たことないけども、まあ、歪みを調整するところなんじゃねえかな、なんつって、目星をつけながら、このアンプの調整をしていくというのも一つのテクニックでございます。どうでしたでしょうか。なんとなく参考になりますでしょうか。本当にアンプというのは、まあ、いろんなものがありまして、まあ、これだけではなかなか説明がしにくいところでございます。まあ、基本的なところは分かっていただけたかと思います。あとは、まあ、最近のアンプに多いのは、そのアンプシミュレーターがついていたりとか、あとリバーブとかディレイとか、あとコーラスフランジャーみたいな、そういった空間系がついているアンプ、まあ、結構今は出回っているので、もしかしたら皆さんが持っているアンプもそういうアンプかもしれません。とりあえず、分かんないものに関しては、ゼロにしちゃうか、それとも真ん中にするか、どっちかで使っていきましょう。ゼロにしたときにどんな音がするかな、真ん中にしたときにどんな音がするかな、で、聞き比べてみて、どっちが好きかなと、どっちが使いやすいかな、そんな感じで選んでいくと、まあ、いずれアンプの使い方もなんとなく分かってくるかと思います。そんな感じです。まあ、本当はそのチャンネルが存在するちょっとハイスペックなアンプの話とかもさせていただきたいところなんですけれども、とりあえず今回の初級編はここらで終わりにさせていただこうかなと思います。まあ、よかったらこの名前とかちょっとメモをしておいてくださいませ。スタジオに行ってこう初めて見るアンプとかババンと見てみると、まあ、こんな名前が並んでいるかと思います。その時に、はっ、滝沢さんがこれはあれって言ってたななんてね、こうさっさと調整できたりするかもしれないので、よかったらメモっておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。